幕末ではありますがね。さあ、気合いグルケン、えっちゃんとマロン栗山によります、はい、これは次回の8月21日アベノ区民センター、はい、こちらの方のね、シングルのタイトルマッチ、それの前哨戦となりますね。そうですね、チャンピオン気合いグルケン、えっちゃんにマロン栗山が挑戦するというわけでですね、確か前回でしたっけ、はい、前回のハイハイタウンですね、はい、えっちゃんの試合後に、はい、マロン栗山が、襲いに行きましたよね。はい、そして気合いルーケンエッチャーが血だるまになるという、はい、そうなんですよね。そこでまあ因縁が勃発しまして、はい、はいはい現象が起こりましたね。さあ、何やら素早い攻防が、はい、2人もね、100キロを超えていくんですけどもね、はい、見てる通りね、マルクリアマはもう明らかに悪いですからね。はい、これどっからどっか悪い人ですね。エッチャー喋ってる人、後ろの車が乗るさで何言ってるか分からなかったです。はい、復唱します、はい、次のターンでやってやると。あ、なるほど、ここは勝負を預けたということですね。さあ、そして出てまいりました。さあ、デビューしてまだ2ヶ月なしを経ったり、はい、さあ、そしてね、人気者マスクマン、キリン、はい、ナシオ選手は約7、8戦目ぐらいですか。いや、ナシオ選手の黄色い声援がすごいですね。すごいですね。この日もね、2ヶ月前の上浜町大会デビューしまして、あ、そうですね、はい、メキメキと頭角を現しております。2ヶ月にしてね、もうここの位置に来れるというね、期待の新人ですけども。さあ、片谷キリン選手、今年キャリア2年ですか。はい、さあ、この日もハイハイタウンデビューして、さあ、2年という月が経つんですけどもね。キリン選手はね、支援でも人気の選手ですからね。さあ、今のトリッキーな動きからのトリッキーでしたね、はい。さあ、しかし、まさかのキリン選手よりナシオ選手の方が声援多いんじゃないですか。そうですね、ナシオ選手もね、コツ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 地道に頑張ってた大会がありました。はい、先日、昨日行われましたミノキューズボール大会でもね、はい、メインイベントとは、いや、6人タッグマッチで出場しておりましたからね。そうですね、昨日でね、エッチャーと対戦してまして、それのね、そうですね、試合をすると意気込んでましたけど、はい、昨日ね、ラリアットでね、ナシオ選手負けていますので。そうですね。さあ、その面をね、返上して、面を挽回したい。さあ、いいですよ、ナシオ。さあ、しかしキリンもね、新人には負けれないですからね。さあ、キリンがうまく読んできましたね。はい、さあ、ね、昨日パチンコで負けた分で、ね、新人には負けたくないですよね。まだパチンコやってるんですか、キリン選手は。はい、昨日5万円負けたと言っておりました。そうなんですね、はい。さあ、そしてさあ、昨日の因縁の取り合わせ、気合龍拳、えっちゃん、出てまいりました。はい、わかりやすく言うとね、気合龍拳、えっちゃんがこの試合のトップ。お前じゃ役不足なんだ、マロン来い。やっぱりね、一番下の下っ端じゃ相手にならないと。いや、待ってください。これやめてやめて。昨日の仕返しじゃん。いやー、ナチョ選手、爽やかですね。爽やかですね。いや、これいつものやつですよ。言わないですね。お待たせしました。今、あえて溜めましたね。無駄に溜めましたね、今。皆さん、ご視聴ありがとうございます。お姉ちゃん、やくせBS 予告ですね、8月21日のアベノ区民大会、はい、そちらでも、まあ、あれしてやるっていうね、もう屈辱の方が強いですからね。はい、はい、朝朝はバンドスカイプ応援ちゃんが決まりなしをなさって、もうヘロヘロでございますね。はい、先ほどまでの意気込みはどこに行ったのか。さあ、キリン選手も動きが切れております。さあ、キリン選手ね、本日は所持金が少ないということでね、控室で今キムチを食べようとして。なんでキムチなんですか。豆腐とキムチで、ね、空腹をしようとしたみたいですね。なるほど、そのままね、食事でこの体ができていると。はい、キリン選手は非常に切れておりますね。はい、これは鍛えているのか、これはあれなんですか、体を絞っているのか、お金がなくてご飯食べれないのか、どっちなんですか。お金がなくてご飯を食べれなかったら絞れていたという、あ、そういうパターンですね。一石二鳥ですか。本人はパチンコダイエットだそうです。新しいですね、パチンコダイエット。さあ、そしてブレイクバスターを食べるんですね。さあ、しかし、ナシオ選手ちょっと重いですからね。はい、さあ、しかし、キリンが持ち上げたい。さあ、その褐色に入った。さあ、青手、どちらが投げるか。いや、まさしく一進一退の攻防。さあ、ナシオが投げましたね。さあ、ここでナシオは、マロ栗山にタッチをしたい。さあ、マロ栗山出てくるのありましょうか。さあ、出てきました、鬼畜大帝、マロ栗山。さあ、早速チェーンを上げる。いや、痛いですよね。いや、鉄でできてますからね。はい、さあ、鉄でできた鎖をぶつけていきます。5分経過。そしてレフリーのね、服部はさあ、谷口の抗議にね、夢中でちょっと気づいてないですね。さ
さあそして鎖を首に巻いたキリン選手、ちょっとおしゃれですね。おしゃれじゃないですよね。はい。さあそしてさあ、エッチャーに気を取られた隙にさあ、キリンが後ろからね。やはりね、マロクリアマにとってはキリンはね、眼中にないんですよ。いやしかしね、今目玉に指入れましたよ、マロクリアマ。来たらいいですね。鬼畜ですね。さあ仕事の6分溜まってますからね。そろそろクリスマスケーキの季節だと言って、はい、ケーキを売ろうとしていますからね。さあそしてキリンの首にチェーンを巻いて何を狙いますか。さあこれはですね引きますね。さあそして引っ張る引っ張る。さあ刺激ない、これねめちゃめちゃしんどいですよ、あれ。そうですね、背中が大事ですね。これがな8月21日のお前の姿や。なるほど、これはね、さあおっとお互い、さあ危ない、さあ危ない、気をつけてください、気をつけてください。さあキリンの一本釣りですね。はい。さあこれ完全に首吊り状態になってますから、キリン選手窒息するんじゃないでしょうか。さあ8月21日ね、エッチャーにあれをしてやるというね、マロの予告ですけども。さあそしてね、戦場場外に移りました。さあお客様気をつけてください、気をつけてください。そうですね、選手ねいつ飛び込んでくるか分かんないですからね。珍しくすぐに戻しましたね。さあこれはね、リンクのじっくりとキリンをな、はい、痛ぶってやろうという、はい、いやマロクリアもこれ完全にあれですね、モードがもうチャンピオンシップモードに入ってますね。そうですね、今日のタイプマッチ眼中ないかもしれないですね。さあそしてナショウ選手大人気ですね。さあチョップを打ち込んでいく。さあもっと力強くパン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 打ってほしいですね。さあキリンの胸を引き裂くようなそういうチョップか。さあそしてコーナーに押し出し、しかしかわされてしまう。さあ強烈な蹴り。さあそしてスイッチリー。さあ、ナシオ大丈夫か。さあ、行列。いや、しかし、さあ、ナシオも意地ですよ。さあ、蹴られたら元気になりました。おーっと、めちゃくちゃ上がりました。綺麗に決まりましたね。これはね、初公開ですね。はい、さあ、ナシオが、さあ、お互いグロッキーですね。はい、ここはね、ついに、さあ、エッちゃんと、さあ、この栗山の、さあ、因縁の対決が、はい、さあ、エッちゃん、あともう少し、あともう少し、しかし、ナシオが違いますよ。さあ、タッチに行かない、行かない。さあ、キリンにとってはね、まあ、さあチャンスですよ。
さあここで大金星を奪えばタイトルマッチの相手が気になるのでありましょうか。さあ上げれるか上げれるか、いやしかしマロが不穏なものを手にしましたよ。何思ったんですか。何ですか。ここから見ませんが、これはスーパーの袋。さあ息ができない。10分経過、10分経過。さあキリン息ができない。さあそしてその体勢のまま強烈なダイバロック。さあパフォームですね。さあ、エッちゃんとマロがね、お互い意識し合いすぎて逆に事故ってますけどね、いろいろ。さあ、これマロクリアマン。さあ、さあ、復唱します。これが8月21日のお前の姿じゃ。さあ、マロクリアマンが、さあ、エッちゃんに対して予告の大事なのだ。今のは強烈ですよ。全然当たってんやんけ、お前。まあ、ええわ。8月21日な、お前、こんなもんちゃうから。もっと他に動きは、お前、ポキやら、なんやら、わざわざ用意してな、お前。ベルト取んな、俺やからな。頑張れ。楽しみにしとけ。